安倍晋三内閣総理大臣、安倍内閣総理大臣談話は、戦後70年を迎えるにあたって、2015年8月14日に、第97代内閣総理大臣の安倍晋三が、閣議決定に基づき発表した声明。安倍談話、戦後70年談話として知られる。この内閣総理大臣談話は、1945年8月15日の、 終戦から70年経つ2015年8月15日の前日の8月14日に内閣総理大臣の安倍晋三が閣議決定に基づいて発表した声明である。安倍首相はこの談話の作成についてできるだけ多くの国民と共有できるような談話を作っていくことを心がけたと述べている。冒頭、歴史の教訓の中から 未来への知恵を学ばなければならないとの言葉から始まり、西洋諸国の植民地支配に言及し、その危機感を原動力として日本は近代化し、アジアで初の立憲国家となり、日露戦争における勝利がアジアやアフリカの人々を勇気づけたとの話から始まる。その後、日本が先の大戦に突入したことについて、欧米による ブロック経済が日本を苦しめたことに言及し、外交的、経済的な行き詰まりを力の行使によって解決しようと試みた結果であり、こうした経過の中で日本が進むべき進路を誤り戦争への道を進んでいったとした。国内外で倒れたすべての人々へ哀悼の意を表明し、戦火を交えた国と戦場となった地域での犠牲や、 戦場の陰で深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも忘れてはならないと言及した。先の大戦への反省として、何の罪もない人々に計り知れない損害特通を我が国が与えた事実について言及。事変、侵略、戦争と先に例を挙げた上で、いかなる武力の威嚇や行使も国際紛争を解決する手段としてはもう二度と用いてはならない。 植民地支配から永遠に決別しなければならないとし、先の大戦における行為について、通説な反省と心からのお詫びの気持ちを表明し戦後一貫して、アジアの平和と繁栄のために力を尽くしてきた歴代内閣の立場は今後も揺るぎないとした。戦後に引き上げ者が日本再建の原動力になったことや、中国残留日本人が帰国したこと、アメリカ、 イギリス、オランダ、オーストラリア各軍の捕虜が日本を訪れ、互いの戦死者を慰霊しているということを心に止めおかなければならないとした。寛容な心によって戦後に日本が国際社会へ復帰できたとして和解のために尽くしたすべての国と人々へ感謝の意を表明した。これからの日本人については、あの戦争には何ら関わりのない私たちの小山子。 そしてその先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりませんとしつつ過去の歴史に真正面から向き合う必要はあるとした。最後にこれから日本は積極的平和主義を取り世界の平和と繁栄のために貢献していくとしている。村山談話、小泉談話はいずれも8月15日に閣議決定発表されているが安倍談話は8月14日に 閣議決定、発表された。15日の前日の14日に行った理由は、15日にお言葉を述べる天皇に配慮したものだと言われている。時数は3000時を超えており、約1300時の村山談話、約1100時の小泉談話を大きく上回る分量となっている。過去の談話のキーワードとされていた、植民地支配、侵略、通説な反省、お詫びについては、 文言としては盛り込まれている。しかし、植民地支配と侵略について、過去の談話では、日本自身が行った行為として明示されていたのに、対し、安倍談話では、日本の行為との文脈では、明確には、触れられておらず、いずれも、一般論としての言及となっている。侵略については、戦後日本の不戦の誓いの形での言及であり、かつての日本の行為が、 侵略であったと直接言及することも避けている。また、通説な反省とお詫びについても、過去の談話を引用する形での言及にとどめ、首相自身の言葉としては語らず、首相自ら直接謝罪を表明することも避けている。ただし、歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものでありますと表明している。 過去の談話等でなされてきたお詫び等の謝罪についてはあの戦争には何らだかわりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりませんと言及した。これには謝罪の繰り返しに歯止めをかけ区切りをつける狙いがあるとされる。この文言について首相周辺は謝罪を続ける宿命を背負わせてはならないは大事なところ。 もうこれ以上、謝る必要はないんだよと発言。日本経済新聞も記事の中で謝罪外交に終止符を打つ意思を表明とした。肩書きはいずれも談話発表当時のもの。正解、元政治科学者団体政府、政党、政治家報道機関2015年8月14日、外務省はホームページから歴史問題 Q&A のページを削除した。その後、 削除されたことについて国会から指摘を受け、談話を踏まえ、現在改定中ですといった正し書きを掲載した。9月18日、改定された歴史問題 Q&A が掲載され、新たなページでは、以前のページに記載されていた植民地支配、侵略の文言が削除された上で、戦争とは何だかわりのない将来の世代が、 謝罪を続けねばならないような状況を作ってはなりません。これは今を生きる現在の世代の責任であると考えていますと、安倍談話の内容を反映する文言が新たに追加された。過去の談話ではバンドン演説の内容が首相談話に反映された例もあり、安倍談話においてもバンドン演説やアメリカ議会演説で使用した言葉を引き継いだものがある。かつて、 小泉純一郎が小泉談話の発表の前にアジアアフリカ会議50周年の首脳会議で演説し、その演説の中で植民地支配、侵略、通説な反省、心からのお詫びという言葉を村山談話とほぼ同じ表現、文脈で使用し、それらの表現は後の談話にも引き継がれた。そのためバンドン会議60周年首脳会議での安倍の演説は、 安倍談話の原型になるとの見方があり、注目が集まっていた。2015年4月22日、安倍はバンドン会議で演説し、先の大戦の深い反省に言及したものの、植民地支配、心からのお詫びには言及しなかった。また、侵略についてもバンドン会議の平和原則を引用する形での言及であり、かつて日本が侵略を行ったかどうかについて、 直接言及はしなかった。2015年4月30日、安倍は日本の首相として初めてアメリカ議会上下両院合同会議の場で演説を行った。この演説については当初からアメリカ議会関係者が戦後70年談話の序曲と述べるなど談話の内容へ影響があるとの見方があった。安倍は演説、希望の同盟の中で植民地支配、 侵略、お詫びには触れなかった。一方、介護、先の大戦に対する通切な反省という言葉を使用した。介護という言葉は、過去の談話には見られなかった表現であるが、後の安倍談話にも引き継がれている。2015年2月、安倍談話作成に向け、戦後70年談話に関する、有識者会議、20世紀を振り返り21世紀の、 世界秩序と日本の役割を構想するための有識者、懇談会が設置された。この懇談会の報告書の内容は、安倍談話の内容を決定するにあたり、大きな役割を果たしている。2015年6月25日、実質的な討議を終了し、7月21日には、今後の取りまとめを、西室大蔵と北岡新一に一任することを確認した。8月6日、 座長の西室から安倍に対し報告書が提出された。談話発表の際に安倍は談話の作成にあたっては21世紀構想懇談会を開いて有識者の皆様に率直かつ徹底的なご議論をいただいた私はこの提言を歴史の声として受け止めたいと思うと述べている。ありがとうございます。